あ、これに、あ、韓国発音あの、ホテル前用の日本語の教科書で、私が執筆者でありね、えっ、ー、と、韓国人と二人で出して、出資も私が全額しました。回収はゼロです。で、えっ、ー、と、実は、私は、えっ、ー、と、まあ、東京板橋区にある、まあ、そこそこの進学校に入って、ところが、えっ、ー、と、一浪した後、 自分でも教育学の専門書を読み始めて、受験勉強は一切せず、たまたま推薦、どうにしてても推薦入学が受けられる、まあ、大学で創立者とか楽譜を見て、自分に合うなと思った、まあ、和光大学というところを受験したんですよで、その時には自分に合うかどうかだけを考えたんです。 もう一年間勉強してなかったから受験勉強ね。教育学の専門書とか読んじゃったんで、まあ、受験してたらもう本当に敗北してたでしょ。うん。で、その時に思ったのは、自分に合う大学に入るのが一番いいんですよ。で、あの、箱人とあの相談はした上で、例えば、えっ、ー、と、どこでもいいから偏差値の高い大学を 受けてどこでもいいから受かった学部に入りたいっつったらその学問をやる動機ができてないんですよ例えば経済学に受かっちゃったとでも本当は自分は文学が好きなのにいやでも偏差値が高い経済学に受かっちゃったからじゃあ入学して経済学をやろうっていうことをやってしまうとまたは落ちた大学の、えー、在学生と 学生時代にまあ何かの機会で会った時にコンプレックス感じちゃうんですよ4年間俺が落ちた大学だでそれは私は幸せかどうか疑問があったんですよだから相性がいい音声もそうです相性がいい大学を見つけて充実した学生生活を送って満足して出た方がよっぽどいいわけですよ それを私が考えて全学部の、全大学の420校の大学案内と入学案内を全ページ即読で読んだんです。